4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はマジックスタイル、マジックスタイル先頭、2番手は栄新さんさん、追いすがる。さあダンスパートナー一気に来た。あと 200m、 先頭は黒髪、残り 100m、 黒髪先頭、一気に岸渡り、ダンスパートナーもう一伸び、ダンスパートナー、ダンスパートナー1着、2着にはどうやら岸渡り、これが G1 馬だ。ダンスパートナー、さあいよいよ直線の攻防。さあ先頭に立ったのはエリモピール、エリモピール先頭、あと 200m、 エリモピール先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。シルキーミネルヴァ抜けた、西のコース追いすがります。シルキーミネルヴァ1着、シルキーミネルヴァ1着、2着にはどうやら西のコース、見事に勝ちました。シルキーミネルヴァシェイクウェル完敗です。着外に沈みました。三歳牝馬クラシックの第1弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。さあ最後は大外枠のアグネスメイト、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。オリーブリード、これはいいスタートを切りました。シルキーファンシー、この馬も好スタートを切りました。競泳マーチ前に行きそうです。これに続くのがオリーブリード、その外からアドマイアキャノル、内からはメジロドーベル、その外からアグネスメイト、内からはシルキーファンシー、その外からオリーブイグリッド、その外にチャペルアンナ、さらにはレディエトワール、並んで9番エアピース、スイートクレア、この馬もこのグループ、内からはマイネチャンス、その外からムービーエトワール、シーキングザパール、後ろからになりました。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。ここでオリーブリーグ先頭に変わりました。メジロドーベルほとんど差がありません。オリーブイグリッド3番手、大外からピンクの帽子、シーキングザパール伸びてきた。ここで先頭に立ったメジロドーベル、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手は競泳マーチ、先頭を捉えるか。残り 200m、 先頭は競泳マーチ、メジロドーベル必死に追いすがります。シーキングザパール抜けた、競泳マーチ追いすがります。シーキングザパール、シーキングザパール1着、2着にはどうやら競泳マーチ、これが最強女王の実力だ。シーキングザパール